皆さんこんにちは、しっぽです。2丁目で噂になっている隠れた名店をご紹介するわ。見てちょうだい、自然に囲まれてるこの感じ。見えてきたわ、お目当てのお店。隠れ家的でとても素敵じゃない。名前はトランプベーカリー。そう、パン屋さんに来たのよ。ここのお店は喫茶店にパン屋が併設されているんだけど、先にいたお客さんから喫茶店はお休みしてるって聞いて残念だったわ。外観から見てもとってもおしゃれ。ワンちゃんのイラスト可愛いわ。ちなみに喫茶店のご主人の息子さんがパン屋をやっているそうよ。ショーケースから商品を選び対面販売形式のパン屋さんになっているわ。種類もたくさんあってお値段はだいたい1つ200円前後が多かったわね。ここのお店はとっても人気があって、実は私の後ろにかなり行列ができていて、何こいつ動画撮ってんだよ、早くしろよっていう無言の圧力がすごかったの。だから急いで撮って注文したり、慌ただしかったから次回はゆっくりちゃんと撮影したいわ。お店の情報は概要欄に載せておくからチェックしてね。最後に購入したパンの写真を見ながらお別れしましょう。ちなみに私のおすすめはウインナーの入っている惣菜パンをね、太くてとっても美味しかった。よかったらご感想をコメント欄に書いてちょうだいね。それでは。